今年もやるぞ、テニラビ62またバレンタイン。こんにちは、よりです。テニラビ実装済みの62名の王子様全員にバレンタインチョコを私に言ってこようというこの超ハードな1日をお届けしていきます。この企画、去年も一昨年もやっているので今年で3年目ですね。過去の分もよかったら見てみてください。じゃあ忙しいので早速やっていくぞ。まずは龍馬からいきましょう。龍馬くん、チョコいる？え、突然藤君もいる。まずい、バレンタインの話ができねえ。まずいまずいまずい。これどういう感じなんだろうね。越前はチョコもらえそうかい？え、いきなりなんすか。お、人気ランキングトップの余裕を見せつけていきますね、藤修介。ごめん、桃たちがバレンタインの話で盛り上がっていたからつい。あ、そうなんだ。てかこれ私参加してなさそうな雰囲気あるけど、ここにいない体なんかな。なんすか。よくわかんないんすけど。俺もよくわかんないですけど、いろんな意味で。越前も気にしたりするのかなって。ただの興味だよ。龍馬興味あるのか。へえ、そういう藤先輩は。あ、すかしてきた。もしかして、もしかして何？バレンタインのチョコが気になって落ち着かないとか。藤くんがそんなわけねえだろ。ランキングトップだぞ。それは秘密にしておこうかな。秘密なんだ。私いねえな。これいおりちゃんいないね。これね、この場に。さあ、じゃあ第2話。お、誰貸してくる。おーい、もも。え、ちぜん、一緒に帰ろうぜ。私はいるのかな。もも先輩。いいっすけど、顔ニヤニヤしすぎ。何が聞き出そうとしてません？チョコのことかな。おー、何かってバレンタインとか。やっぱなんか私いなさそうだね、これね。こんな女子の前で堂々とバレンタインの話しねえもんな普通。はあ、やっぱりいおりちゃんいなさそう。この会話に参加してないですね。なんだろう、このバレンタイン前のそわそわを見ている感じなのかな。いや、お前のこと気にしてる連中がなぜか俺に聞いてくるんだよ。ももさん、それ使われてます。女子に使われてもてます。お前が好きそうなチョコは何かとか、甘いものは大丈夫かどうかとか、めちゃくちゃ使われてるじゃないですか。うーん、ふーんじゃねえ。先輩がこんな目にあってんだぞ。もうちょっとなんか思え。あ、照れてんのか。まんざらでもなさそうじゃねえか。くー、モテる男はつらいね。先輩元気だね。思ったより元気だね。ちょっと、もも先輩からかわないでほしいっす。いいだろそれくらい。こんな使われてんだから、ちょっとぐらいいじったって。わりわり、バレンタイン楽しみだな。やっぱよりちゃんいないね、これね。いないね。いつまでいないんだこれ。私の出番いつ。第3話、携帯が縦になり申した。見てみましょう。謎のローディング画面。メッセ、あー、なんかメッセージ来るとか言ってたね。 LINE が来るんだよね。 LINE のようなものが。見てみましょう。すごいね、顔のドアップをアイコンに使うなんて。やりよるな。今何してる？すごい、書き込み中だって。こっちもなんか書けんのかな。あ、書けない、書けない。俺はさっきまでカルピンと遊んでた。やっとおとなしくなったとこなんだけど、めっちゃ立て続けに送ってくんじゃん。まだ送ってくるし。何？膝の上からどいてくれないんだよね。おかげで動けないや。で終わったのかな。そのラインはなんじゃ。何？要件はなんだろう、これなんだろうね。龍馬さん、それね、LINE が非常にね、おじさんです。LINE がおじさん構文になってしまってます。これ絵文字があるかないかの差でしかないと思うよ。今何してるって、おはようとかで挨拶から入り、自分のことをやたら書いてのこの連投具合ね。これおじさんの LINE ですね。これおじさんが女子大生かなんかに送る LINE と一緒です。これ知らないけど、龍馬くん、こんな LINE してたら多分遊ばれちゃうよ。で、カルピンと遊んでたんだ。それは良かったじゃないか。さあ、じゃあまたまた縦画面で第4話ですね。今回もメッセージが来るっぽいですが、またメッセージ来たよ。このアイコン気になるな。なんかさ、みんなバレンタインの話ばっかりしてるんだよね。その話を私に振ってくんじゃねえぞ。おい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 、藤先輩も桃先輩もすごく気にしてた。だとしてもよ、まあもらえたら嬉しいけど。すげえなこいつ、直接送ってくるの。すごいな。
チョコ美味しいし、チョコ美味しいしじゃねえわ。バレンタインだからって言え、素直に。なあ。すごいね。めちゃくちゃおねだりしてくる割に、なんか保険も貼ってくるじゃん。何？普通男子界隈でバレンタインの話題になってるんだっていう話、女子にはしないけど、めちゃくちゃ強引にもらおうとしてくるじゃん。あ、なるほどね。こういうもらいに生き方みたいなのもあんのかな。こういうラインをすればもらえたのかな。龍馬さんやりやがるな。まあ結局あげるんですけどね、よりちゃんからは。さあ、じゃあいよいよ最終話となる第5話ですね。そろそろ出てくるんじゃない？1対1になるんじゃないかな。1対1だといいけど、2とか3だとまずいけど、破綻するけど大丈夫かな。いくか。それバレンタインのチョコだよね。もらっていいの？もらっていいのはおかしいだろお前。そんなにねだっといて。てかついにいおりちゃんが登場した。さすがに1対1だよね。1対1だよね。横に藤君とか来ないよね。大丈夫だよね。もも先輩とか邪魔すぎるよ。大丈夫？うん、龍馬くんあげる。これ受け取って。へえ、結構美味しそうじゃん。サンキュー。よかった。じゃあ帰って食べてね。夜になっちゃった。これもらっていいのだって、すっとぼけてんじゃねえぞ。まあ何でもいいけど、まず一人目、無事に本命チョコを誰にもバレずに龍馬くんにあげることができました。喜ばしいですね。幸先いいスタートだと思います。あのさ、はい、何でしょう。あのさだけだったら普通なんだよな。今電話してもいい？あ、そっか、電話来るってことか。そっか、ここで電話なのね。じゃあ続きいきますか。あ、すぐ電話来る。めっちゃすぐ電話かけてくんじゃん。じゃあお電話に出ていこうかな。ピッ。もしもし。もしもし。俺だけど。はい。もらったチョコ食べたよ。あ、よかった。どうだった？開けてすぐ手作りなんだって気づいた。それ大丈夫かな。変わった形のチョコがあったからさ。どういうことそれ。そういうのもあったってだけじゃん。ちゃんと美味しかったって。いや、ちゃんと懸念されましたけど。それにこれ時間かけて作ってくれたんでしょ。ありがとう。それも意味違って聞こえるんですけど。じゃあそろそろ切るから、おやすみ。おやすみ龍馬くん。気まずい。気まずなんかあんまうまくいってなさそうだったな。感触良くね。感触良くないな。大丈夫かな。一生懸命作ったチョコがあまり褒められませんでした。形微妙だったけど、あれ手作りなんだよねみたいな。でこっちがあたふたしたら無理やりフォローを入れてくるみたいな。よりちゃんどんまい。まあまだ1個目だからしょうがないよね。1個目は失敗はつきもの。まあでもあと61人も本命がいるんだから、さっさと切り替えていかないとね。じゃあ手塚先輩のところ行ってみよう。さ、褒めるのが下手な龍馬くんは置いといて、手塚先輩のところに行っちゃおうっと。手塚せ、あっぶね。聞かれてないよね。聞かれてないよね。私いないんだもんね。そうそうそう、私いないでの男子2名のやりとりみたいな感じなんだもんね。あっぶね、忘れてた。もも先輩が手塚部長からチョコもらったって喜んでたんですけど、あげたんすか？え、何してんの手塚。ん？何の話だ。手塚分かってね。自覚なし。いえ。それが分かんないから聞いてるんす。藤先輩がすげえ不思議そうにしてました。ん？じゃあ藤先輩も見たと言っているのに、なんで手塚自覚ないんだ。あ、もしやあれか。なんだ。ふん。部活が終わった後に補給用のエナジーバーをやったんだ。それがチョコレート味だったはずだ。そんだけ？それをモモは、もうあいつややこしい。紛らわしいなあいつ。なんだ。バレンタインは関係ないんすね。お前たち。バレンタインシーズンだからといって、すぐにバレンタインに結びつけるのはよせ。それはそうすぎる。モモがやばすぎる。でも。手塚部長だって気になるでしょ？バレンタイン。その顔やめ。うん。さてな。あれ？なんかワンチャン気になってそう。あれ？手塚気になるの？いやまあ、いおりちゃんから開けるけどね。気になるのかな。龍馬のこの顔ムカつくな。龍馬あんなにおねだりしてきたくせに。さあ、じゃあ2話ですね。手塚。お、高橋さん。バレンタインにアトベと勝負をするって本当？何それ。ん？何の話だ。
手塚なんでいつも自分のことなのに自分が蚊帳の外のまま話進んでんの、わけわかんねえんだけど。今回も何の話だ何の話だって自分が置いていかれたままことが進んじゃってるじゃん。あれ、ただの噂かな。周りが勝手に騒いでいるだけなのかも。アトベと勝負するって。いや、アトベから練習試合の申し込みはない。ん、練習試合の話だったの。俺チョコどんだけもらったかみたいな対決かと思ってたんだけど。まあでもアトベがそんなことを勝負持ちかけるわけねえかってことを考えると、やっぱ練習試合なのかな。手塚の言う通りっぽいな。でも申し込みないんだもんね。なんだこれ。え、そっち。いやまあ最初はそっちって思うよね。チョコ数対決みたいな感じに思うよね。なんだそっちとは。ピンとこいよ少しは。いや、バレンタインといえばチョコなんじゃないかなって。そうそう、うん、川村お前もか。タカさん、タカさんちょっと怒られそうだよ。まったく、みんなバレンタインだからといって浮かれすぎだ。このままじゃみんな全員グランド10周だな。まあ、とにかくアトベとの勝負はねえんだな。まあ、あったとしてもチョコ数対決をやったとしても、イオリちゃんは全く勝負に影響しないけどね。なぜなら1個つ両方にあげるから。さあじゃあ第3話ですね。メールが来そうだよ。縦画面、ここでも謎にロード入るんだよな。おお、来た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 。手塚、メッセージが、手塚からメッセージが来た。よほどのようなのかなって思っちゃうよね。そろそろ寝る時間だろうか。ん、あ、夜なんだね。俺は日記を書き終えたところだ。ほう、このやり取りについても記しておくとしよう。手塚もおじさん構文じゃん。ちょい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 、大丈夫か。テニスの王子様に出てくる王子様たち大丈夫か。これおじさん構文の絵文字なしバージョンでしかないぞ今んとこ。大丈夫かみんな。挨拶から入り自分の話をしお休み、これもおじさんなのよ。手塚、まあでも手塚はまあ大人っぽいところがあるから、まあギリまあいいか、しょうがないのかな。お休みだって、もうこっちが返信する隙すら与えないというね。まあお休み。さあじゃあ手塚のおじさんの LINE を受け取ったところで第4話いきましょう。ここもメッセージなんだよね。メッセージパートが続きます。メッセージ来た。おはよう、昨夜はメッセージに返信できずすまない。あ、私からも返信はしてたんだね。なるほど、3話と4話の間に返信してたんだ。そっか、さすがにね、さすがに既読スルーとかではないってことか。返信してたのね。時間を見ると就寝直後だったようだ。あ、そうなんだ。じゃあ就寝前に遅れてればワンチャンやり取りできたかもしれないね。バレンタインの予定とあったが、確認したいことでもあるのだろうか。後で直接話をさせてほしい。ではな。 LINE でではななんて見たことないんだけど。ではなだって、俺も使っていこうかな今後。ではなだって。で、何、バレンタインの予定を聞いたけど手塚が寝た直後に送っちゃったってことか。なるほどね。でここから5話に入るんだ。いよいよ渡すパートですね。よし、手塚先輩にあげちゃうぞ。これはバレンタインのチョコレート。そうです、受け取ってください。わざわざ俺のために作ってくれたのか。では遠慮なくいただこう。ありがとうございます、受け取ってくれて嬉しい。なんかあれだな、やっぱ手塚のイメージ通り真面目な感じだな。あ、ここで終わるんだ。手塚も夜にお電話してくるのかな。みんなまとめて夜にお電話してくると困るんだけどね。一晩の間に62人とお電話しなきゃいけないからこっちとしては困るんですけど、たまには誰か昼からメールしてくるやつもいてくれやみたいなね。で手塚からメッセージが来ました。今電話をしても構わないだろうか。今電話か。まあでもまあ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 忙しいけどいいでしょう。チョコレートの礼を言いたい。おお、なんかおごそかだね。じゃあ電話に出ていきましょう。思ったよりすぐ来るんだよな。じゃあ出ましょう。はい、もしもし。もしもし、メッセージの件だが、先ほどはチョコレートをありがとう。いえいえ、美味しかった。一つ一つ大事に食べさせてもらった。わあ、嬉しい。とても美味しかったぞ。美味しかったって。
お世辞じゃない。俺は好きだが。え、どうした？チョコレートの感想で何か変なことを言ったか？チョコの感想かい。そうか、改めてどうもありがとう。あ、いいえいいえ。ではまた明日学校で。うん、また学校でね。手塚やりやがったな。俺は好きだが、だって、いや、やばかで一瞬うんって思ったけどね。チョコの感想かいってなりましたわ。まあでも龍馬の時よりははるかにうまくいったんじゃないですかね。いやでもさっきの手塚の感想、あれやめた方がいいよね。たくさんチョコもらってるだろうけど、みんなにああいう反応されると思うけどね。5人目6人目ぐらいでん？みたいな異変に気づきそうなもんだけど、いおりちゃんへの電話は1人目2人目ぐらいだったんかな。これ続けてたらさすがに様子がおかしいぞってなるもんな。うんうん、十分持ち直した。じゃあ3人目に行きましょう。3人目は大石先輩のところに行ってみようと思います。第1話行きましょう。大石、安定の2人ですね。やっぱこれ1、2話目まではいおりちゃんいないっすね。いないけど、もうこの前日談みたいな雰囲気を感じ取れていますね。多分近くにいるんだけど、南ぐらい影が薄くて気づかれてないみたいな、そういう感じなんだろうね。最近部員たちが落ち着かないようだが。ああ、バレンタインが近いからな。やっぱ落ち着かないんだね、みんな。みんなチョコがもらえるか気になってそわそわしてるんじゃないか。うん、そうか。バレンタインを否定する気はないが、だがそればかりに気を取られて集中力が散漫になるようでは考えものだな。まあ、それはそうだね。テニスも集中しないとね。いっそ俺たちでチョコを配るって言ってみるか。大石正気かそれ。大石、そんなんでみんなが喜ぶと思ってんのか。大石どうしちゃったんだ。桃とかがそれを1とカウントするわけなかろう。どういうこと大石。事前に1個もらえると分かってればみんな気にしなくなるかもしれないぞ。そういうことじゃねえのよ大石。違うのよ。そのチョコはお母さんや妹にもらった1個とかよりも微妙な1個なのよ。それは、あ、性格の母すぎてこうなったってこと。大石が性格の母すぎて普通のお母さんになっちゃった。大石、まさか本気で考えているのか。手塚にこんなこと言わせるなんて。大石がお母さん普通のママになっちゃった。え、そのつもりだけどおかしかったか。うーん、お母さんとしてはおかしくはないです。いやでも部活の副部長としてはとってもおかしいです。はあ、結構いい案だと思ったんだけどな。あー、もう性格の母じゃないわこれは。もう通り越しちゃった。大石すごいな。バレンタイン前にはこういうとんでもないやりとりも行われているんですね。ねえ、お、菊丸、やっぱ大石と言ったら菊丸出てこないとね。なんだか学校で女子が内緒話してること増えたと思わない？そんなことある？そうだな、バレンタインの相談をしているのかも。おー、そんな様子俺学生時代見かけたっけな。うんうん、やっぱりそう思う？なんか俺が変なだけな気がしてきた。やっぱそういうことにしておこう。やっぱバレンタイン前の女子って内緒話しがちだよね。うん、いろいろと秘密にしておきたいことがあるのかもしれないぞ。はあ、うちの妹もチョコ作りの練習をしてたから誰にあげるのか聞いたら内緒って言われたしな。大石、大石も妹いたのか。そうかそうか。で誰にあげるのか聞いたら内緒なんだ。教えてくれないもんですね。まあ、普通教えねえわな。そうなんだ。なんだかバレンタインっていろいろと大変なんだにゃ。そうみたいね。もしチョコをもらえたら大事にしないと。えらーい、菊丸えら。ああ、ちゃんと味わって食べないとな。なんか大人のやりとりだな。普通もらえるか否かみたいな話にしかならんと思うのだけど、こんな中学生なんてね。さあ縦画面になったということで、大石と LINE を交わしていきたいと思います。まあ向こうから一方的に送られてくるだけなんですけどね。こっちから送れないんですけど。おお、大石も来た。大石もこの顔面アップのアイコンなんだけど、これ性格みんな決まってんのかな。高速で決まってんだろうね。
声楽の生徒は LINE のアイコンは自分の顔を写したものとすることみたいな、そういう拘束があるんだろうね。じゃないとみんなこんな同じアイコンおかしいもん。じゃあメッセージ見ていきましょう。アクアリウムの水を変えてたんだ、おはようとかも一切なく、もう自分のお話を始めていきました。逆に仲がめちゃくちゃいいような気がするな。水槽が大きいから水替えも一苦労だよ。でも綺麗になった水の中を泳ぐグッピーやテトラを見ると、テトラってなんだ、やってよかったって思うんだよな。なるほど、今ならアクアブルーの尾ひれが綺麗に見えるし、あ、そういう魚なんだね。写真を撮って後で送るよ。今送ってくれてもよくね。でも逆にさっきも言ったけど、めちゃくちゃ仲いいっていう可能性あるね。だって LINE でこんなやり取りできんだもん、仲いいよ。さあじゃあ第4話、3話がバレンタイン関係ない LINE で、4話がバレンタイン関係ある LINE みたいな感じなのかね。じゃあメッセージ開けていきましょう。さっき聞かれたバレンタインの予定のことなんだけど、あ、やっぱりそうなんじゃない、今言った通りなんじゃない、ちゃんと答えられなくてごめん、聞かれると思ってなかったから驚いたんだ。あ、予想外だったんだ。部活以外は特に予定はないよ。お、じゃあ割といつでも渡せそうだね。何か用があれば言ってくれ。もちろん用がなくても声はかけてくれると嬉しい。おー、なんかこのもちろん用がなくても声をかけてくれると嬉しいっていう一文めっちゃ良くない？これいいね。なんかめちゃくちゃ良きポイントですねこれね。なんだろう、このなんて言ったらいいかわかんないけど、いや最後のすごい良かったな。なんかいいしか言えないけど良かったな。さあじゃあラスト5話、チョコ揚げパートですね、いきましょう。これを俺に？もしかしてバレンタインのチョコじゃ？もちろんです、受け取ってください。え、やっぱりそうか、すごく嬉しいよ。喜んでもらえてよかった。3人目も誰にもバレずに渡せたようですね。どうやらね、ミッション成功です。本命なんでね、他の人にバレてはならない。お、メッセージした。もう大石も夜なんだよな、多分全員夜なんだろうけど。こんばんは、さっきのことで話が。やっぱり今から電話する。おお、電話来るよ。来た来た、来るよ。おお、すぐ来る。ちょっと待たせてみようかな。ちょっとグダグダ喋ってから一呼吸置いての。はい、もしもし。電話に出るのが早いな。遅いだろ。はあ、メッセージを読んでる最中だったのか。あ、そういうことです。今もらったチョコを食べてたんだけど。あ、どうだった？ちゃんとお礼を言えてないことを思い出して。いや、そんなのいいのに。チョコありがとう、全部大切に食べるよ。やっぱり電話にして正解だった。文字で伝えるだけじゃ味気ないもんな。あまり長くなっても悪いし、そろそろ切るよ。おやすみ。あ、おやすみ。また明日、学校でな。うん、学校でね。優しい。めちゃくちゃ優しかったな。丁寧だしね、めちゃくちゃ紳士的だよね。野獣ひろしがいなかったら大石がジェントルマンと呼ばれていたに違いないっていうぐらいの、とても丁寧で親切な優しいお電話でしたね。電話に出るのは遅かっただろうって思ったけど、大切に食べるようだってね、菊丸と話してたことをちゃんと実践したようですね。非常に微笑ましい一連のやり取りでしたね。じゃあ4人目に行こうと思います。さあ4人目は、味覚にバグを持つ男藤修介のところに行こうと思います。ねえ、お、菊丸じゃん。ねえねえ藤、明日の調理実習何を作るかもう聞いた？何作るんだ？ああ、チョコチップマフィンだよね。うーん、チョコチップマフィン、バレンタインシーズンにそんなもん作らせんな。バレンタインのいい練習になりそうだって女子たちが話してたよ。あ、そうなの？そっか、女子的にはいいのか。なんか男子的にはちょっと複雑な感じになりそうだけど、女子的にはいいのか。バレンタインか。お、何か思うところがありそうですね。あのさ、フジもバレンタイン気になったりするの？お、フジ君はどうなんだ。フジ君は気にならないと思うけどね。僕は毎年余裕だよみたいな。あ、なんか嫌なやつにも思えてきちゃった。そんなことない、フジ君はそんなことはない。うん、普通に気になるけど。普通に気になるんだ、それはそれで意外だわ。どうして？へへん。だってすごい落ち着いてるじゃんねえ。いや、
そんなことないよ。僕だってドキドキしてるし、チョコレートをもらえたらいいなって思ってるからね。本当か？チョコレートいるのか、藤君。辛いもの命みたいな感じするけど、甘いのも食うってことか。にゃ。そっか、藤も同じか。お互いにチョコもらえるといいね。そうだね。という、なるほどね。クラスメート同士のやりとりってことですか。さあ、じゃあ2話行きましょう。藤君のチョコにはやっぱなんかいろいろ辛いものを練り込んだ方がいいのかな。手塚。お、手塚だ。桃にチョコレートあげたんだって。ああ、さっきの手塚の時の話。ん？越前にも聞かれたが、チョコレート味のエナジーバーを渡しただけだ。この話本当なんなん。あれ、なんだ、そういうことだったんだね。てっきり僕も用意した方がいいかなと思って、いろんなチョコレートを調べちゃった。用意した方がいいわけねえだろ。ちょっと辛いやつが、ちょっと辛いチョコ、何それ、気になるな。それは欲しくなってきたぞ。チョコレートなのに辛いのか。うん、ハバネロを使ってるんだって。食べたくないけどちょっと食べたいみたいな、なんだこの感じ。いや、それはちょっとで済む辛さではなさそうだが、でも言うてもチョコだからね。どっちなんだこれ。まあ用意するかは冗談として。冗談なんかい。やっぱり甘いものが苦手だったり辛いものが好きな人でも食べられるチョコレートっていいよね。みんなが楽しめるバレンタインって感じがするよ。ああ、その発想はなかったけど、まあ確かにそうかもね。お前らしい考えだな、フジ。ああ、なんだハバネロチョコって。よし、じゃあフジ君と LINE を楽しんでいきましょう。私から送れることはないのだけれど。来た。こんばんは。あ、こんばんは。お、このこんばんははちょっと怪しいぞ。おじさんラインか。おじさんラインか。さっき話してたサボテンのことなんだけど。あ、違うっぽい。おじさん構文ではなさそうだ。育てるコツや花を咲かせる方法をまとめたいい本を見つけたんだ。何？一緒に読めたらと思って。明日学校に持っていくよ。サボテンが趣味だったのね、よりちゃんも。あ、そうやって近づいたってこと？藤くん、私もサボテン趣味なんだ、キュピキュピみたいな感じで近づいたんだろうな。やりおるやないかい。着々と藤くんとの恋愛を進めていってます、よりちゃん。さすがですね。やりおるな。さあ、さっきまでのいい感じを保ちつつ4話に行きたいところですね。はい、藤くんもちゃんと高速に乗っ取った規定通りのアイコンを使っておりますね。自分の顔のアップを使っております。僕の味の好み聞いてないけど聞いたんだろうな。この3話と4話の間に聞いたんだろうな。甘いのも辛いのも好きだよ。甘いのも好きなんだね。だいたい美味しく食べられるんだけど、酸っぱいのだけは少し苦手なんだ。へえ、酸っぱいのはダメなんだ。これってもしかしてバレンタインのチョコレートが関係してる？そう思っても聞くな。そう思ったなら聞くな。余計に一番聞いちゃダメなんてね。質問には答えられたかな。質問には答えていたけど余計なことを聞かれました。やめてください。まあでも酸っぱいのを避けていけばいいっていうことが分かったね。辛いチョコっていいのかな。まあ藤くんにはいっか。辛けりゃ何でもいいっしょ。藤くんにハバネロ入りチョコレートを作ってきたよ。これ普通の人だったらいじめにしかならんけど大丈夫かな本当に。まあ藤くんの味覚を信じよう。うん、下のバグを信じてあげることにしようね。よし、頑張るぞ。僕にチョコレート、嬉しいな、ありがとう。ハバネロ入りなんだ。へえ、手作りなんだ。食べるのが楽しみだな。今んとこいい感じだ。大丈夫かな。さあ、藤君も夜に LINE 送ってくるっつうね。はい、メッセージがあります。見ていきましょう。こんばんは、今電話しても大丈夫かな。おお、すごい普通だ。それっぽいね。もし話せたらでいいんだけど。ああ、なんかこの辺も含めてなんかリアルな感じがしますね。じゃあ電話、藤君からの電話か。尊いね。じゃあ受けていきましょう。はい、来た。じゃあ行きますよ。はい、もしもし。いや、もらったチョコレートを早速いただいてるんだけど。あ、そうなの。いろんな種類の味があるんだね。
見た目も怒ってるし、手作りって聞いてなかったら気づかなかったかも。嬉しい。どれもすごく美味しかったからまた食べたいな。それって、そうだ、来年もっていうと来年のバレンタインの予約みたいになっちゃうか。藤君気が早すぎたかな。それじゃ明日も学校だし、そろそろ切るよ。おやすみなさい。おやすみなさい。藤君、藤君、おしゃれでしたね。また食べたいだって。しかも手作りって最初に言ってたがゆえに、この手作りじゃないみたいみたいな褒め方までしてくれちゃって、もうね。で、何、来年の予約だって？匂いもしてたよ、そんなこと。ホワイトデーのお返しは来年のバレンタインの予約ということでどうじゃろうみたいなことを言ってたから、岸君も匂いと同じことをね言ってしまってますね、これね。やっぱ天才は考えることが違いますね。匂いも藤もね、来年もまた似たようなの作ってあげなきゃね。いや、めちゃくちゃ良かったな、藤君。じゃあ5人目に行きましょう。藤君が良すぎて次に行くのがもったいないかのような気もしますが、62股を叶えるためには心を鬼にして次に進むことも大事なんでね、5人目に向かいたいと思います。